バイルシュタインはドイツビュルテンベルク州、ハイルブロン郡に属する小都市、レーベンシュタイン山地の麓に位置する。バイルシュタインはハイルブロン郡の南部、ネッカーボン地の周焉部に位置する。ボットバール側の支流であるゼールバッハ川が街の中を流れている。バイルシュタインはボットバール川に面しているわけではなく、川が長域の橋を流れているだけなのだが、バイルシュタインの大部分が ボットバール渓谷に分類される。町境の主要部分は、レーベンシュタイン産地が担っている。東側は、ラウター側が流れる。バイルシュタインに隣接する市町村は、南から時計回りに、オーバーシテンフェルト、グロースボットバール、イルスフェルト、アプシュタット、ラウフェンアムネッカー、レーベンシュタイン、シュピーゲルベルクである。飛び地のファルナースベルク地区は、 北をウンターグルッペンバッハ、南をラウフェンのトビチシュタットバルトエッツレンスベンデンに挟まれている。バイルシュタインはアプシュタット、イルスフェルト、ウンターグルッペンバッハとともに、イルスフェルトに本部を置く、自治体行政連合、ショツハボットバールタールを形成する。バイルシュタインは、バイルシュタイン地区のほか十一地区、ビレンスバッハ、エッツレンスベンデン、ファルナースベルク、ガーゲルンベルク、 イェッテンベルク、カイザースバッハ、クリンゲン、マート、シュミットハウゼン、ゼールバッハ、シュトックスベルクからなる。このほか、居住地、ノイミューレ、オベーレ、ウンテーレ、エールミューレがある。エッツレンスベンデン、ファルナスベルク及びシュトックスベルクは、歴史的にバイルシュタインに属す集落で、1931年に分離解散するまでは同じ町の一部であった。 シュトックベルカー狩猟小屋がある標高538.9メートルのシュトックベルク山の山頂を及びこの山の北斜面から東斜面にある同盟の集落はもともとバイルシュタインには属していなかった。シュミットハウゼンは旧来は独立した町であったが1971年1月15日から1971年7月1日までの 市町村再編の取り決めに基づき合併した。旧自治体としてのシュミットハウゼンには、ビレンスバッハ、ガーゲルンベルク、イェッテンバッハ、カイザースバッハ、クリンゲン、マートの集落が含まれていた。方ンバイルシュタイン城とバイルシュタインの街並み現存する資料から、バイルシュタイン市は中世世紀に方ンバイルシュタイン城のふもとに発展した。 この城は1070年から1080年頃に建設され、1200年頃に首都と円形防壁が築かれた。1150年頃、ディーテリヒホンビルシュタインという名が記録されている。この城主は、おそらくバイヒンゲンハケやレーベンシュタインハクと血縁関係にあると推測される。この家が断絶した後、その所領は、バーデン辺境白領となった。バイルシュタインの村は、 1245年の文書で初めて言及され、おそらく1250年から1288年のバーデン境教派クルドルフ一世の時代に死に昇格した。1304年に初めてスタッドとして記録され、ビュルテンベルク博エイバーハルト一世の所領となった。その後ビュルテンベルク博からアシュペルク博に移譲されたが、1340年に ビュルテンベルク領に戻っている。ビュルテンベルク博ウルリヒ4世及びエーバーハルト2世は1361年にこの死を皇帝カール4世に献上し、ボヘミア王からの霊園として改めて授与された。この後18世紀末までこの霊園は皇帝が変わったりビュルテンベルク博が代替わりする旅ごとに新たに授与されることが繰り返された。また、 15世紀後半までたびたび担保にされたりもしている。死壁は13世紀の終わりか14世紀の初めに建設された。15世紀後半にビュルテンベルクの国境防衛施設としてビュルテンベルキシュランドグレイブンが建設された。この施設はバイルシュタインから北西に約 31km のグロースガルタ八角にまで伸びている。16世紀の初めに バイルシュタインは行政都市となり、城にはその時々の大干渉が置かれた。1534年から1535年には、ビュルテンベルクの他の都市と同様に、バイルシュタインにも宗教改革がもたらされた。それから、わずかに遅れて1540年には、ラテン語学校がこの都市に創立された。カトリックとプロテスタントの間で戦われた30年戦争は、 戦闘行為だけでなく、疾病、薬病、基金強作や物価高騰によっても人々に多大な犠牲を強いた。1622年、バイルシュタインの近くで最初の決定的な対決となったビンプフェンの戦いが行われた。最初の最悪は1623年1月、バイマル軍の興軍の際、 兵士や馬の宿舎の提供を強いられ、大きな損害を被ったことであった。シュトゥットガルトの高領初期局はこれを重大な事件と記録しているにもかかわらず、宿営を阻止するような対抗措置は取られなかった。それ以上にひどかったのは、バイエルン軍がハイルブロンやシュベービッシュハルに至る通商路を占領したことで、このために協作で必要となった穀物の購入が行えなかったことであった。 1628年に、ビュルテンベルクのバレンシュタイン軍が侵攻してきたことで、さらなる宿舎の提供と、戦費負担が強要され、さらに1629年には野党化した兵士らが65、シェフエルの穀物を奪った。1634年9月6日、ネルトリンゲンの戦いで、ビュルテンベルク港が味方についた、スウェーデン側は、事実上壊滅的な敗北を喫した。 エーバー・ハルト3世は、ストラスブールへ逃れ、勝利した皇帝軍は、近隣の都市や村を襲い、強奪し、時に焼き討ちした。食品の価格高騰、木が、ペストに新たに見舞われた。傷病兵の保護、シュトットガルトに設けられた皇帝の戦費調達局への、毎月の軍税支払い、戦地病院の建設、さらなる宿舎提供、 傭兵隊長マンバルターの冬の宿営、1634年から1638年の間に7万4千グルデン以上に相当する負担を強いられた。バイルシュタインの人口は、1622年には1620人いたのだが、その後急激に減少し、かつて129件あった家のうち、1641年に住める状態にあったのはわずか39件であった。 しかし、4年後の1638年に、ビュルテンベルク領の占領地域が、皇帝からエーヴァー・アハルト三世以降に返還され、これによりバイルシュタイン及び、周辺地域の村とその住民は、戦勝国による恐怖政治から解放され、戦争への恨み事は消え、戦争負荷の首引きから放たれた。ビュルテンベルクからの再度の宿舎提供命令に対して、大官、 市長及び裁判所が書いた1639年12月24日付のビュルテンベルク宮廷に宛てた単願書には参上を綴られている。1640年から訪れた平穏は、しかし1642年にフランスがスウェーデンに加担したことで再び破られた。1648年のベスト・ファーレン条約の締結により、 20年以上もの間被ってきたロークからやっと解放され、人々は破壊された町や村の再建に着手し、高地やドウ畑の再整備に取り組んだ。1641年にはわずか39軒であった住居可能な住宅は、1655年には117軒にまで復興した。プファルツ継承戦争では、1688年からたびたびフランス軍が、 ビュルテンベルク領に侵攻した。フランス軍の最初の侵入は1688年で、この時はラウフェン・アムネッカー付近まで攻め込んだが、ビュルテンベルク軍により領外まで押し戻された。1693年夏の侵攻の際は、7月18日にマールバッハが焼かれ、グロースボットバール、オーバーシテンフェルト、バイルシュタイン、アウエンシュタインまで攻撃を受けた。 バイルシュタインは、そのほぼ全域が消失した。105件の住居、30棟の倉庫、行政の建物やワイン製造所が被害を受けた。町はこの後30年の間に、1693年12月1日に、建築家、マテアス・バイスが定めた、ビュルテンベルクの建築法に応じて再建された。現在の町の中心部の姿は、事実上この時に形成された。 1900年頃の絵はが1803年から1806年のビュルテンベルク行政改革の時代にオーバーアムト・バイルシュタインが設けられた。このオーバーアムトは1810年には早くも解消され、バイルシュタインはその管轄自治体の多くと共にオーバーアムト・マールバッハに編入され、1938年にはさらにハイルブロン軍の所属となった。 1840年頃、モ門の撤去が始まり、市街が中世の地域を越えて拡大した。1848年に郵便システムが試験導入された。貧しい状態にありながらも、1859年から1869年の間に400人の住民が帰還した。ボットバールタール鉄道の建設は、1894年に、 イルスフェルト・バイルシュタイン間が開通し、1900年にハイルブロンまでの残り区間が接続した。この鉄道による沿線町村の発展が期待されたが、工業進出は期待に反して進まなかった。それでも1907年から1908年にかけて公共の水道が設けられ、1911年にはバイヒンゲンプライデルスハイム発電所からの電力供給が始まった。 他の町と同様に、1933年以後は、バイルシュタインでも、政治上あるいは社会生活上の統制が、執行された。バイルシュタインには、当時、ユダヤ人がいなかったため、ユダヤ人排斥の暴力行為はなかった。1933年から1937年まで、バイルシュタインには、様々な国防上の組織が置かれた。 1935年7月12日に新兵の採掘期間が設けられ、1933年から1944年までは国防軍に提供される軍馬や牛の検査期間も置かれていた。1934年8月からは畜防空責任者が定められ、1936年2月半ばからは10日完成訓練が始まった。 1939年の開戦後にはフランス人やポーランド人の戦争捕虜がバイルシュタインのゲストハウスに収容された。1944年までバイルシュタインには戦争被害はほとんどなかった。わずかな物的被害を伴う戦闘爆撃機の攻撃が3回あっただけだった。1944年2月から1945年4月までの間に さらに6回の攻撃があり、合わせて死者6名、負傷者6名、家屋の損傷6件の被害を受けた。1945年3月、前線がバイルシュタイン近くに動いてきたため、バイルシュタインにドイツ軍が駐在するようになった。1945年4月2日に応急救護所が設けられたが、早くも4月14日にはクラインボットバールに移された。 その代わり、防衛軍部隊がバイルシュタインに移動してきた。このため、1945年4月16日午後の空爆の目標とされた。この攻撃により、炎天通りからバーンホーフ通りのほぼ全域が破壊され、バイルシュタインは周辺地域で最も甚大な被害を受けた街になった。その夜は、沈下しなければならない火元が数多くあり、 モーター式消火器が2台しかなかった死の消防隊は大変な苦労に直面した。4月16日、アメリカ軍のフォーレンベルク、ヘルフェンベルク、アマリー・エンホーフからバイルシュタインを包囲する5本の指作戦にドイツ軍が抵抗を見せた。このため両軍に数名の死者が出た。ドイツ軍はこの戦闘で有利な場所を確保した。 1945年4月19日の朝、アメリカ軍の戦車が西安な境界付近に付設された戦車防衛陣を突破してバイルシュタインに突入した。ドイツ砲兵隊の発砲で民間人3名が犠牲になった。バイルシュタインの戦闘は1日中続いた。第二次世界大戦の痕跡は1955年頃まで残った。その後、街は 新たな成長を始めた。1956年から1971年の間に多くの新興住宅地が設けられ、約280軒の住宅が新築され、400人以上が入居した。1970年以後も人口増加は続いた。この町は、ハイルブロン、ルートビヒスブルク、あるいはシュトゥットガルトへの通勤者にとって都合の良い場所にあったからである。 1980年頃までに大規模な再開発地域が指定された。こうした新興住宅地の整備でなおざりにされていた市の中心部に対する近代化プログラムが1975年に採択され、1982年には大規模な改造計画が決定された。バイルシュタインの市議会は19議席からなり、これに議長を務める市長が加わる。ズガラ。 赤字に銀の六角形の石。辺一つ置きに打ち込まれた銀の先が尖ったハンマー。死の色は白から赤である。17世紀中頃までバイルシュタインの印象には尖ったハンマーが一本だけ描かれていた。1538年頃から現在描かれているような六角形あるいは三角形の石が加わり始め、1652年から 死の印象にもこの形が用いられるようになった。1693年から1788年までは天使が紋章を持っている形のものも用いられた。バイルシュタインの議会は1930年2月5日に現在の紋章を最終的に採択した。バイルシュタインは見どころが多いビュルテンベルクワイン街道沿いに一致している。 ホーエンバイルシュタイン城西安那協会バイルシュタインの高台に11世紀に建設されたホーエンバイルシュタイン城がある。この城は16世紀にはすでに廃墟となっていた。遺跡は19世紀に保護されるようになった。城には現在上司レストランと高野飼育舎がある。城と町のほぼ中間に運転レシュロスがある。これは 1577年に建設されたが1697年に破壊され、ほとんど原型を止めていなかった役所後に1907年頃に商業顧問館ロベルト・フォルメラーが建設したものである。下の城は1960年以降はプロテスタント地方協会の会議施設として用いられている。城の近くには旧地ワイン製造所がある。 やはり城と町の中間にあるマグダレーネ教会は後期ロマン主義時代に建設された教会で文ュ主イン家の病所がある。1805年に教区教会に昇格したが、その後は野戦病院、弾薬庫、体育館などに使われ荒廃した。1855年にはついに内人が取り払われた。1955年に 教会は隣接する、被災官とともに、青年の家に改装された。市役所は、バロック様式の飾り切り妻を持つ木組建築である。1693年に破壊された後、1703年から1710年の間に古い基礎部の上に建設された。市内には1693年以後に再建された建築が他にもある。市役所に隣接する、 あるュミーでは地下のアーチに1694年の日付が残されている。旧ワイン製造所もかつて消失したワイン製造所の広場に面して1698年に建設され、1970年頃までワイン製造に利用された。1980年頃に近代化されてから難面の木組みが露出されている。教会は1470年頃に おそらく旧ニコラウス礼拝堂の場所に建設され、1800年頃から教区教会となっている。この教会は1988年から1990年に大幅に修復され、ルドルフ・イエリンによる新しいステンドグラスが備え付けられた。2004年2005年からバイルシュタインと周辺地域に伸びる歴史見学集回路が設けられた。 小集落や市区には、この他にも、歴史的建造物が点在している。さらにビレンスバッハ市区にある近代的な、ヨハネス教会は、ベーター・ヤーコップ・ショーバー、ルドルフ・イェーリンらのステンドグラスで知られている。オベーレス・ボット・バール・タール・ノールグは、オベーレス・ボット・バール・タール・ミネラル屋外プールや、バイルシュタイン屋内プールで、水泳や、水難救助教育を行っている。スポーツ。 ウンとゴッサーンベリン TG v やイントロクト、バイルスタインでは、ハンドボール、サッカー、その他のスポーツが行われている。このクラブは、青年の家の管理も行っている。毎年7月20日の次の週末に、ホーエンバイルスタイン城のふもとで行われる、バインベルクフェストでは、バイルスタインは4日間にわたって、ワインとスパークリングワインに満たされる。7月に行われる一祭り。 1> 第1アーベント前の土曜日に行われるアンドレアスマーケット、さらにはボットバールタールを走るボットバールタールマラソンなどがある。郊外のブドウ畑から見下ろす方園バイルシュタイン、上トバイルシュタインの街並みバイルシュタイン郊外はブドウ栽培で知られている。主にリースリング種、トロリンガー種、レムベルガーダネが合わせて約200ヘクタールの畑で栽培されている。 1966年から1980年のブドウ畑の高地整理の時代に2 0ヘクタールのブドウ畑が新たに創出された。この地域はビュルテンベルク・ウンターラント地方、ブンネンシュタイン大地区に属す。ブドウ栽培は近年まで住民の主な収入源であった。バイルシュタインはマールバッハームネッカーからハイルブロン南駅までを結ぶ狂気のボットバールタール。 鉄道沿いに位置していた。この鉄道は1968年に廃止された。この路線を走っていた蒸気機関車はエンテインモーダーの愛称で呼ばれていた。バイルシュタインへはマールバッハから VVS のハイルブロンから H3NV のバス路線がそれぞれ通じている。バイルシュタインでの出来事は日韓神ハイルブロナーシュティンメの南東部版マーブチャーツアイトゥング。 ボトアートルバットあるいはラードビグスバーガー、クレイス・ゼイトンに掲載される。毎週金曜日には、バイルシュタイン氏が編集しているコミュニティ誌が発刊されている。バイルシュタインには汚水処理場とリサイクル施設がある。ありがとうございます。